ワープラネット TV の白石はじめです。奈良県で自宅に放火し家族を死亡させた少年の供述調書の写しをフリージャーナリストに見せたとして刑法の秘密漏洩の罪に問われていた医師の上告を昨日最高裁判所が棄却、医師の執行猶予付きの有罪が確定しました。医師は発達障害の子どもの問題に熱心に取り組んでいた立場からジャーナリストへの情報提供をしたとされています。メディアに協力した取材対象者がこうした罪に問われ有罪が確定するのは極めて異例なことで、最高裁判所によると記録が残る1980年以降初めてということです。知る権利や言論の自由の観点から大きな波紋を呼んだ裁判でしたが、最高裁ではこうした問題には言及しませんでした。情報提供者や告発者の萎縮を生む判決で、私たちにとっては非常に残念で厳しい内容となっています。では今週も原発関連のニュースからお伝えしましょう。東日本大震災から11ヶ月を迎えた11日、東京代々木公園では脱原発を訴える集会とデモが行われ、1万2000人が参加しました。この集会は作家の大江健三郎さんらが全国で呼びかけているさようなら原発1000万人アクションの一環で、都内での開催は3回目となります。色とりどりのプラカードを掲げた参加者らが原発反対、子どもたちを守ろうと声を上げ、渋谷の街を歩きました。震災から1年となる来月11日には福島県郡山市での集会を予定しています。福島第一原発事故の影響で避難をしている人の受け入れを行っている全国の支援者らが一堂に集まる初めての全国集会が2月11日と12日の2日間福島市で開催されました。参加したのは北海道から沖縄まで受け入れ支援をしている団体のメンバーなどおよそ400人です。どのような支援が有効なのかについて意見が交わされたほか、福島県民を対象とした相談会も実施、最終日には避難者支援や雇用を行う団体による全国協議会の設立を決めました。関西電力大飯原発3・4号機の再稼働の前提となるストレステストについて、原子力安全保安院は13日、妥当だとする最終評価をまとめ、原子力安全委員会に報告しました。安全委員会の斑目春樹委員長は、検討会を立ち上げ、遅くとも原子力規制庁が発足するまでの3月中に検討を終えたいとしています。これに対し、保安院で安全審査を議論してきた専門家会議の井野博光委員と後藤正志委員は、保安院での議論はまだ尽くされていないとして、再稼働ありきの見切り発車と言わざるを得ない、このような姿勢こそが福島原発事故を招いた要因だと保安院を批判する緊急声明を発表しました。以上ニュースをお伝えしました。では特集です。5月にはスカイツリーもオープンする東京の下町。行政が観光地として整備を進める中、野宿者が公園や河原から排除されるケースが目立っています。今日のコンタクトは江東区にある区立立川河川敷公園の問題を中心に、茨城大学の稲葉奈々子さんにお話を伺います。東京スカイツリーにほど近い江東区亀戸、首都高速の下にある全長2キロの公園が立川河川敷公園です。雨風をしのぎやすいこともあり、60人ほどの野宿者がテントを張り生活しています。しかし江東区は公園が老朽化したとして2009年から整備計画を実施、来年3月末までにスポーツ公園として完成させる予定です。この整備工事に伴い野宿者は工事が完了したエリアにテントを移すなどしたものの、1月27日、江東区は予告なしにこのエリアをフェンスで封鎖しました。立川の河川敷公園の中に居住することについては、どんな理由があるにしても私は認めません。事前にそういう話も聞いてないし、閉鎖するような話も聞いてないし、バリやる話も聞いてないし、バリケードやる話も聞いてないし、で俺荒木課長にこれは一方的だろうって、
何回も質問しました。それには答えが返ってこないです。公園の中にね、まあ、どんな理由があるにしても、そこで生活するという居住権については本区は基本的には認めてございません。それはやっぱり公共性の中で不特定多数の方が自由にお使いになる場所であって、もっぱらですね、占有する形でですね、利用するということについては一定の制約があるということについては、これは我々として当たり前だと思っております。そして2月8日には工事予定地にある野宿舎のテントに対し行政代執行を実施、テントを解体しました。江東区は、この仲間の引っ越しが行われているということも、十分知っていながらですね、今日午前中、行政代執行を行い、もう強制的に排除するということについては、これは、法の手続き上、何ら問題はないと。要はそれをしなかったら、あそこにある不法な工作物を除却することもできませんし、それは手続きに乗っかってやってよいというふうにされてますから、自立支援法だとか生活保護法だとか、まあそういうことを使ってですね、あとは自主退去していただくだとか、いろんなこう、まあ、制度上で最大限のものを活用しながら、やっぱり ご卒業していただきたいと、立川からね、そう思ってるところだったんですよ。今日は茨城大学の、稲葉奈々子さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今その都内では、例えば立川とか荒川とか、さまざまな場所で、野宿の方の、テントですとか、あるいはその段ボールの家とかですね、全体的にこう排除する動きが非常に盛んになっていて、つい先日もその江東区の立川という、河川敷の公園で、ある男性のテントが行政代執行で、壊されて、その方は、どかされたというようなことがあったんですけれども、稲葉さんは、フランスで、いわゆる選挙のスクワッティング運動の、ものに関わったりとか、あるいは、日頃はその外国人の問題ですとか、あるいは貧困の問題ですとか、さまざまなその多様な人たちに関わっていらっしゃると思うんですけれども、今一連で起きているこういうような動きっていうのをどういうふうに捉えているのか、まずお話しいただきたいんですけれども。まずその野宿者の排除自体は今確かにいろいろなところで起きてるんですけど、90年代からずっとあったし、東京だけではなくて大阪でもあって、そのこう一連の流れの中で見ていくと、相変わらずその貧困問題って2000年代になってから言われるようになったけれども、野宿者については、何をやってもいい、全然そのどういう扱いをしてもいいんだっていう態度が全然変わってないどころかひどくなってるっていうふうに思いますね。不法に占拠している、良くないことをしているわけだから当然の報いであるというような考え方もかなり社会の中には広くこう浸透してしまってるんじゃないかというふうに思えることが、いろんな反響とかですね、あるいはインターネット上の中にも見受けられるんですけれども、これっていうのは海外でも同じなんでしょうか。実際は、実はその公園の選挙っていうのは多分海外というか、そのいわゆるそのヨーロッパでは難しいと思うんですね。河川敷にしろ難しいと思うんですけれども、空き家選挙だったら、例えばフランス、私はそのフランスを専門にしてるんですけど、フランスではよくあって、でそれ自体は90年代の初めに最高裁が空き家を必要に迫られて占拠した場合には刑法に違反しないっていう判決を出していて、他に行く場所がない、でそこを追い出されたらもう本当に死んでしまうかもしれないっていう人をすぐに追い出すっていうことはしないですね。どういう理由でそこを占拠するに至ったか、どういう理由でそこに住むことになったかっていう話を一人一人聞くと、こう野宿者とかホームレスって言ってこうまとめてイメージしがちなんだけれども、やっぱりそのみんな一人一人
もともとどういう仕事をしていたとか、どういう理由で失業したとかっていう、その経緯を聞くと、そこに至った理由を不法だから追い出されてしょうがないっていうふうに言える人はいないんじゃないかというふうに思いますが、その経緯まで どういう理由でそこに来たかっていうことまで問題されることがほとんどないのも、簡単にこう人が追い出すことに賛同しちゃう理由なのかなというふうには思います。公園で4年間生活しているこの男性は、月曜日から土曜日までの6日間、朝6時から9時まで空き缶や新聞の回収を行い、生計を立てています。この日は1500円ほどの収入になりました。俺も会社勤めしてたけどもね、女房と別れて、ほら借金作って、そういうのもあるし、俺の場合はね、個人差いろいろあるんですよ、それから野宿になったと。港コンテナって聞いたこと、みんなコンテナって言えば分かるけどね、あれの出し入れね、出し入れ、番詰め番出し、あとは橋家仕事、玉掛け、そういう仕事やってました。玉掛けってどういう？クレーン。あ、クレーン、クレーン仕事、クレーン仕事やってました。玉掛け、俺の周りの友達も個人差があるからね、だからこういうのを俺高徳さんの土木の人にね、みんな一緒じゃないんだ、俺らが固まってから一緒だと思われちゃ困るんだよ、一人一人違うんだから考えが。そういう人たちの対策はどうなってるかってことを俺聞きたいんですよ、一人でも大切なんですよ、俺言いたいのは。高徳さんのやってることはみんなひっくりめてやってんじゃん、一人がこういう問題だった、こういう問題だった、そういうね、ちゃんと考えてくれねえじゃん。今回、行政代執行という、非常にこう法的にも憲法に抵触するかどうかということが議論になっているような、かなりの、権力の発動というふうに言われてますけど、そういうものがこう、日時も明らかにならない中で行われたっていうこともありますし、実際にそれが行われても報じるメディアも少ないですし、同時にその社会的な関心も現場に集まる人たちも広がりという意味では小さいというような状態にあると思うんですけども、それもなんていうか、やっぱりこう報道されてないとはいえ、すごくその悪意のある報道をしているし、私立川に行こうとして迷子になったんだけれども、その場所に行けたのは読売新聞を見て、結構大きい記事だったんでその場に行けたんですよ、っていうぐらい大きい記事になっていて、でそれを見て何も反応しない人たちの多さも、こう行政が何でも勝手にやっても誰も抗議しない、許されるっていうふうにこう思わせてしまう理由じゃないかなって思いますね。だからあの場所にやっぱりもっともっとおかしいと思った人が行くことで、そういうことを行政にさせないっていうか、それをやる行政がやることがおかしいっていうことの意思表示って、行く以外にできないと思うんです。もちろんそのファックスを送ったり電話かけたりっていうことはできるとは思うんですけれども、あそこ例えばその仲間がいて、例えば生活保護がもらえてアパートに入れるって言っても、あそこのそのテントにいるっていうことに彼らがこだわる理由の一つっていうのは、やっぱりそれはその単に雨風しのぐ場所っていうよりは、そこにその自分を理解してくれる仲間がいるっていうこともすごく多いと思うんですね。でやっぱりその生活保護を受けて一人でアパートで生活すればいいじゃないってならないのは、それだけその一人で生活した時に予測されるやっぱ孤独とか仲間を失っちゃうっていうことって、私たちがうちの近所に来てももう無視するよっていう、その態度を今そこに行かないこと自体がそれを表明してると思うんですね。でだからそこをもっともう
家がある人たちがどういう態度を取るかっていうことに関わっている。そうしないとやっぱり行政は住民の皆さんが迷惑しているって言ってやりたい放題やると思うので、ダメだったらね、タイヤが割れちゃうぞ。これもしダメだったら中身がわからない。やっぱはっきりしてないと。無料アパートだったら無料アパートね、1年間無料アパートだったらね、その中身なんですよ。ただ無料アパートって言われて入っても俺はどうやって食っていけばいいの、その中へ入って。でその中でね、説明してくれないと入る人もいないんですよ。俺もハロー金賞のハローワーク行ってね、行ったけども、それ見て行ったら、あの年だが50以上だから、うん、会社あれだもん、ダメだったもん。一回だけ行ったんですよ俺、土木関係行ったんですよ。でまして俺らなんかこういう携帯電話なんか持ってないでしょ、電話はないし。で野宿者って言ったら、大体ほとんど住所不定だからね、こうやって言ってる人は、俺なんでここにいる、ほて福祉入ったらとかね、自立センター行ったらとかと。俺違うんですよ。俺はまず福祉、俺は税金使いたくないの。なんでかっていうと俺体健康なんですよ。俺はなんせここに残りたいの、今の体、今の健康を見るとね、俺はここにねずっと残りてんだよ。俺はここふるさとだから、はっきり言って、俺ははっきり言うよ、ふるさとだよ。ただここには友達もいる、他にも友達いますよ。で何かあったらお互い、お体大丈夫か、って多少の2、300円のねタバコチンからこういうねあるよ、それは知ってるからね、アルミ缶腰集めして1日1000円なんぼ集めてね、やって今日の稼ぎいくらだってね、俺らそのシングラスでもいいの、生きるためにはね、そのシングラスでも仕方ないんですよ。別に恥ずかしくないですよ、自分の思ってること。ただ俺は人が困ってたらそれは動きますよ、人が困ってたら俺んだから、おやってやんだって、それは当たり前ですよ。自分を殺しても相手を助けなくちゃいけないんですよ。そういう気持ちでいかないとダメなんですよ。俺なんかだから今体何でも元気だからね、こういうこと言う、俺が年取ったらやっぱ俺だってそう言ってもらいたいですよ、言葉をね、お体大丈夫かとかね、思いやりですよ。下手な人ら俺なんか仕事行ってね、こうやって言ったら向こうの方から手を挙げんだよ、こうやっておはようとか、その一言なんですよ。とにかく日本の場合は、違法っていうか、そのルールに反しているってことに、例えばデモ行進の時の逮捕なんかを見ても明らかなんですけれども、はみ出したっていうことに対して逮捕が起きると、そうするとはみ出したやつが悪いっていう話が必ず出てくると、非常にこう市民の権利とですね、国家とか行政側の治安とか、あるいはそのルールを厳格化するっていうことを天秤にしてた時に、市民の側の中で国家につくっていうか、ある意味そっちの方に正当性を感じる人たちが非常に広がりを持っているのかなっていうのは感じてしまうんですけど、それはなんか日本ってやっぱりすごく順法意識が強い人が多いと思うんですね。ただそれは例えばそのドイツも順法意識強い人が多くて、でしかしその例えばドイツなんかだったらナチスの過去があるから、その法律が常に正しいとは限らないわけですよね。それでだからそのこう第二次世界大戦中に起きたことなんかっていうのは法律がこうなっているから、例えばそのユダヤ人を収容所に送るのは正しいどころか義務付けられていて、それはなんかそれも見て見ぬふりしてたっていうところはあると思うんですよ。ユダヤ人だからいいっていうような感じで、でそれにしかしやっぱりそれが
ああやってさ、最終的にはそのナチスがあそこまでのことをやるっていうことを導いちゃったっていうのをこう戦後ドイツは反省していて、で法律がおかしい時には市民はそれがおかしいということを言う義務があるし、法律がおかしければその法律を遵守しないことも市民の義務だっていう、その憲法的愛国心っていうことが言われていて、同じ順法精神の塊のドイツ人からその辺は学んでもいいんじゃないかなって思いますね。それはドイツに限らず、例えばそのイギリスやフランスでも社会運動団体が法律違反と言えるようなことをやったと。例えばその日本で言えばそのグリーンピースが捕鯨船のクジラ肉を取ったとかって、ああいうようなことをやるのが社会運動がそもそもその自分たちの主張を言うためだった。それでその社会運動が言っていることっていうのが公共性が高いって認められるようなことだったら、フランスにしてもイギリスにしてもその社会運動団体の人たちって有罪になってないんですよ。むしろそういったそのこう社会問題として多くの人たちに知らしめるべきことを知らしめるためにはその方法を取るしかなかったっていうことを裁判所なんかは認めていて、でだからそのどっちに正当性があるか、例えばその日本だったら再開発のために企業が街をきれいにしてくれと言っているっていう、そっちの方にこう公共性を認めるのか、でもそれともそうじゃなくてそのこう人の命を、人の命以上に尊重されるべきものがあるかって言っている運動団体の方に公共性を認めるかって、そのどっちを取りますかってやっぱり今言われているんだと思うんですね、うん、不法だから その人たちは出て行っていい、で法律に違反している人たちをこう排除するこう政府の方に利があるってそのこう天秤にかけるんじゃなくって、やっぱり同じ価値のある二者択一だっていう考え方をするべきなんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、そうしないと必ず常に国家にしか利がないっていうことになって、社会全然新しくなっていかない、もっとなんかその社会運動が言ってることに対して人々も政府も耳を傾けるべきだと思いますね、うん、フランスの社会学者で社会運動の活動家のことを未来を予言する人々って言ってる人たちがいて、で今は本当にごく一部のマイノリティだけの問題なんだけれども、やがてこう社会全体の人たちに関わるかもしれないような問題を言っている人たちっていう意味で、その予言者、例えばその原発にしてもこう50年前に反対運動をやってた人たちってやっぱり全然話を聞いてもらえなかったところがあるのに、今だったらやっぱ彼らが未来を予言していたっていうのは誰も疑いようがなくて、でそういう役割を社会運動って担っているっていうその重要性にもっと気づくべきかなって思いますね。選挙すると言ってもなんかもともとそこがそのこう誰のものかとかっていう時に、それはも例えばその公園だったらこう江東区なら江東区のものだったり、でもっと言えばその政府のものなのかもしれないんだけれども、ただそこを使っていいのが誰かっていう時、例えばその宮下公園だったらばナイキがお金を払えば使ってもいいとかっていうふうになってるわけですけれども、今どこもその経済的な意味で有益であるっていうのか、経済的な意味で効率がいいとかこう利益があるっていうものについてはものすごくこう場所を使わせる、でだけどあれだけその企業だったら勝手に空間を使ってもいいっていうものをもっと私たち取り戻すっていう、取り戻してもいいんじゃないかなって思います。もしかすると私たちは常に奪われ続けていて、そしてそのルールががっちり決まっている中で
ホームレスの生きる権利もある種抑圧した社会であることに対して疑問に思えなくなってしまっている私たちがいるっていうような、そういうサイクルなのかしら。それはありますね。日本の中の数多くのミドルクラスの人たちで、私もその、一員なので特に思うのは、こうミドルクラスの人って自分の快適さのためには惜しまずお金を払うようなところがあるんですよ。だけどその自分の快適さっていうのが、何の上に成り立ってるとか、こう何を踏みにじっているのかとかで、こう日本とか、まあ、日本政府ってそうなのかもしれないけど、そのある程度 その快適さを保つためには犠牲はしょうがないんだ、ある程度の犠牲はしょうがないんだみたいな考え方があると思うんですね。でそれは例えばそのこう原発の下請けの作業員とか、そういう人たちもそうだと思うんだけれども、 この快適さが人の上に成り立ってるっていうのは分かっている、ですごく申し訳ないと思っているとかって思うかもしれないんだけど、じゃああなたはその踏みにじられる側になってもいいんですかっていう、その考え方をやっぱりあらゆる場面でするしてほしいっていうか、そのそうすることでしか、こう自分の快適さだけを追求するミドルクラスのこう宿命みたいなものから逃れられないんじゃないか、見なくて済んでしまうものが多すぎるんですよ。分かりました。もうあの立川のこの塾の問題から、あの多分そこから見えることが全体につながっているのかなというふうには思いましたけど、あの今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。立川河川敷公園は今もなお緊張状態が続いています。江東区の計画によると、問題となっているエリアの工事が終了するのは3月末。命というものを考えたとき、公共性とは一体何なのか、首都圏の方はぜひ一度立川に足を運んで考えていただければと思います。次回は映画の特集です。ゲストは映画311の共同監督、安岡隆治さんです。